界の文様をテンタングルで巡るシリーズ。今回は日本の吉祥文様をテンタングルと組み合わせて描きます。吉祥文様は縁起が良いとされる日本の伝統柄の一つで、繁栄や長寿を表し、着物の柄やお祝いの贈り物などに選ばれる文様の一つです。今回ストリングにしてメインに描くのは束ねのし文様という文様です。のしは干したアワビを束ねた縁起物で、人との縁を結ぶという意味があります。テンタングルのパターンには吉祥文様が元になっているものがたくさんあります。今回はストリングの束ねのし文様の他に、市松文様、七宝文様、青海波文様、鹿の子文様も描きます。ゼンタングルパターンのルーツを感じながら描く日本の文様です。Thank you.
最後までご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは、デンタングルの様々な楽しみ方を紹介しています。この動画が良いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。私の最新のデンタングル作品は、インスタグラムにアップしていますので、概要欄からチェックしてみてください。チャンネル内の他の動画もご覧いただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。